鶴見大学本源寺物語は鶴見大学所蔵の源氏物語の写本のこと。鶴見大学は文学部が設置された1963年頃から精力的に和漢の古典籍収集に取り組むようになった。中でも文学部長であった久松千日が当時紫式部学会の会長を務めており、同学会の事務局が鶴見大学内に置かれていたことなどから、 源氏物語の写本が重点収集品目の一つとなっていた。鶴見大学本とはこのようにして鶴見大学の所蔵となった源氏物語の写本の総称である。これらはもともとは別々に伝来してきたものであり、著者の時期も鎌倉時代後期のものから江戸時代のものまで存在しており、本文系統も青表紙本、河内本、別本と様々なものが含まれている。 鎌倉時代後期の書者と見られる写本である。古筆鑑定による伝承筆者は、霊勢スケとされる。列長僧による、スママ一条の霊本であるが、わずかに母木木巻が付されているものである。本文系統は、おおむねお表紙本であるが一部に独自異文が見られる。南北朝時代の書者と見られる写本である。古筆鑑定による伝承筆者は二条ため、ただしとされる。 列調装による、スママキ一条の霊本である。本文系統は、青表紙本であり、池田本、小白本、三条西下本などとの共通異文が見られる。室町時代初期の著者と見られる写本である。当初、坂木巻一条のみの霊本が、鶴見大学の所蔵となったが、その30年後になって、全く別に購入した夕顔と紅葉がだけの霊。 本が調査の結果本社本の両巻であることが明らかになり、さらに東洋大学図書館に所蔵されている鈴虫巻一条のみの例本も本社本の両巻であることが明らかになった。本社本を含めた榊、夕顔、紅葉が、鈴虫の四条とも主筆による蕎麦が数多く存在する。本文は青拍子本系統である。 池田本や小白本に近く中でも日本大学所蔵、三条西下本とほぼ同じである。詳細に比較すると、日本大学本よりも、やや漢字が多いといった違いは認められるものの、特に取り上げるほどの筋立てや表現に変化を与えるような異文は認められない。日本大学所蔵、三条西下本での異本表記は省略されており、同社本での補入や、 見店ケチなどは取り込んだ形の本文になっている。室町時代後期の書者と見られる写本である。五条を書き四十九条が残るが、大破破木木巻きの後半が大夕霧巻きの巻末に、夕霧巻き後半が大柏木巻きの巻末に、柏木巻後半が大和金揚巻の一部に、夢浮橋巻き後半が手習い巻きの後半に閉じられているなど、補修の際に生じたと見られる混乱が見られる。 古志国文庫との蔵書院があるため、一前国松平家、福井藩の旧蔵書であると見られる。本文は、青表紙本系統であり、三条に四下本に近いが、一部に河内本からの混入が見られる。室町時代後期の書者であるが表紙は、江戸時代の候補。三尾つくし薪一条のみの例本である。下代に、十一三穂つしとあり、並びの巻を除いた巻状を記している。 折り紙列調創または複式列調創と呼ばれる珍しい想定が施されている。本文系統は別本に属する。青表紙本よりは川地本に一致する点が多いが、いずれとも異なる得意な本文が数多く含まれている。写本記号、鶴、鶴見大学本として、源氏物語別本修正属に採用されている。室町時代後期の著者と見られる写本である。 花散る里と巻一条のみの霊本である。折り紙列調創または、複式列調創と呼ばれる、珍しい装丁が施されている。本文系統は別本に属する。写本記号、鶴、鶴見大学本として、源氏物語別本修正属に採用されている。松風巻一条のみの霊本である。里村上派の次男。 里村玄中が、慶長19年に書写したとの奥書きがある。本文系統は、青表紙本で、小白本に最も近く、3条西四本に相当する異文についての添え書きがある。54条の揃い本であり、一部に、複数の巻を合わせたものがあるため、54巻33冊から、なる。公文書を反町茂雄より購入したもの。公文書の目録には、 ヨドハン・イナバとあるが、所蔵委員などは押されていないため、ヨドハン・イナバとされる理由が不明。本文は、青表紙本で、小白本や三条西し本に最も近い。行行、夢浮橋の二条を書く五十二条。特大寺公正し筆とするのは、切立つ巻の見返しに挟み込まれている、小紙編の記述による。十七条にわたって、奥入りが付載されている。 奥入りは牧によって第一次奥入りに近いもの、第二次奥入りに近いもの、いずれとも異なる独自のものが混在しており、中山本との近さが考えられる。うつせみ、夕顔、末つむばな、赤し、玉かずら、古町、橋姫の七条の実がまとまって伝来している、写本である。本文系統は赤しまでの四条が、河ぼん。 玉か以後の三条が青表紙本と分かれている。夕顔、うつせみ、末摘む花の三条は同筆と見られる。表題に書かれている巻書には、並びの巻を存在を前提とした数字が付されているなど個体を保つ点が見られる。五十四条の揃い本である。本文は青表紙本で、小白本や三条西し本に最も近い。 詳細な注釈の書き入れがあり、上波公釈本との書き入れがあるが、事実かどうかは不明である。五十四条の揃い本である。西、東院時なりの抜死派生半領が書写したとの奥書きがある。奥書きにおいて、派生半領が小納言とされているので同人が小納言となった、法営三年二月以降法営五年八月十九日に死去するまでのものとみられる。本文は、 青表紙本で三条西下本に近い。五十四条の揃い本である。嫁入り本の定裁を持つ美麗な本である。本文は、おおむね青表紙本系統の三条西下本に近いが、特に枯渇地盤の一つ元は本に近い。朝顔、蛍の二条を書く。漂白一条が付されており、計五十三条からなる。本文系統は、青表紙本であり。 三条西下本に近い。各館に奥入りが付されているが、第一次奥入りとも、第二次奥入りとも異なる、異本奥入りなどと呼ばれる、独自のものである。別本の本文を持つとされる花散里と見を尽くしが、写本記号、鶴、鶴見大学本として、源氏物語別本修正属に採用されている。ありがとうございます。